Alright guys, let's do the damn thing. Let's do the damn thing. 優勝チーム除いて、その10年以上経っても覚えてもらえてるチームっていうのは、大体ものすごい特徴があって、ほんで、ある程度のところまで勝ち進んだチームっていうのが多いと思うんですけど、まあ、例えば90年代のニックスとか、Here's you wink to Smith! 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 Smith, stop! Smith, stopped again by Pippen! What a play! Hey, Ketub! Dare you ska? Okay, ska? Hey, daijoubu desu! Ah! Chotto matte kudasai! Mo ikkai dake yatte moratte ii desu ka? Iya desu. Kanben shite kudasai.あとは2000年代半ばのサンズとか、最近やったら KD ラス・ハーデンのサンダー、そういうチームは少なくともカンファレンスファイナルに何回か行ってたチームなんで、まあ覚えてもらえるのも当たり前というか分かるんですけど、今日懐かしがりながら話したいチームは1回戦を突破1回だけしただけなのに、未だにバスケ界ではしょっちゅう話題に出てくるインパクトの強いチームです。ということで今日は2007年の We Believe Warriors について語りたいと思います。リフト AF。こんにちは、リフトです。一般的にスポーツの世界が盛り上がる時って、ものすごい強いチームが一ついて、他のチームをボッコボコにする時か、誰も予想してなかった弱めのチームが強いチームを倒して、シンデレラストーリーがある時やと思うんですけど、2007年のプレイオフでは、そのボッコボコにできるようなダイナスティみたいなチームはなかったし、シンデレラになれそうなチームもいなかった。だから正直、あんまこのプレイオフ盛り上がらないとちゃうかなと思われてたんです。で、そのシンデレラストーリーが今回はないやろうと思われてた理由っていうのは、西カンファレンスのナンバーワンチームは前のシーズンにファイナルで惜しくも負けてしまったダラス・マーベリックス。ほんで負けてしまったせいで、よりハングリーな状態で戻ってきた彼らはリーグ1の67勝を挙げ、エースのダーク・ノビツキは MVP を受賞するほどのシーズンを残した。優勝はしたことがなかったからダイナスティではもちろんなかったんですけど、今年こそマブスが優勝するんちゃうか、去年屈辱を味わったことで油断とかもしないやろうしって言われてたことで、この18シリーズでは何もドラマとか起こらずにマブスがあっさりと2回戦に進むやろと、予想されてた。そして8位のゴールデンステートウォリアーズに関して言いますと、シーズンが始まった頃はバロン・デイビスとジェイソン・リチャードソンというエキサイティングなバックコートがいたものの、前のシーズンのロスターとさほど変わらないロスターやったんで、いつも通りプレイオフには出損なうやろうと言われてました。前にウォリアーズがプレイオフに出場したのは2007年シーズンの13年前、94年のシーズンですね。PJ カーリシモの首を絞める前のスプリーウェルとか、2007年の時点ではウォリアーズの GM、VP か、になってたクリス・マリンや、新人の時のクリス・ウェバーを中心としたチームの頃やったんで、まあだいぶ前ですよ。ほんで、監督はドン・ネルソンやった。で、まあそっからはずっとプレイオフに出てないんで、ウォリアーズはクリッパーズと共に10年以上リーグの漫才チームっていう風なイメージがあったんです。まあ今のニックスみたいなもんですよね、友達に。Yo, I'm going to Nick Games tonight. You wanna come? って聞いたらいい。Yeah, that's funny. That's funny. Yeah, funny to you.やめてくれ。さすがに傷つくわ。まだ、なあなあ、I don't wanna go to that って言ってくれた方が、ねえ、笑うて、その、女の子をデートに誘って、そこで笑われるようなもんですよ。ちょっと辛いですよね。もうそんな、もう普通にブレイク前ジョシュハートですよ。でもまあこの2007年のシーズンは、強い頃にウォリアーズの監督をやってたドン・ネルソンが戻ってきた年やったので、ファンベースとしては少しだけ希望を持てるような理由やったんですけど、ネリー自身もこのロスターを見て、ちょっとこのロスターでは、プレイオフも難しそうやなって思ってたんです。で、具体的にこのロスターの何がいまいちやったのかと言いますと、スピードに欠けてたってこと。ネリーといえばもちろんダークの動画でも説明したように、現代っぽい自由なスタイルのバスケを、なんて言うんでしょう、もっとスピードを使うバスケを生み出したホールオブフェーム監督。現在マリファナファームを持ってるだけあって、当時からオンコートでもオフコートでもフリースピリットな柔軟性のある監督やったんです。で、彼のそのネリーボールと言われてるスタイルは、もともとネリーが選手として、あの偉大なボストンセルティックスのフランチャイズでプレーしてた時の、まあ、彼がこういう独特なフリースローを打ってた時ですよ。
その時のレジェンダリーな監督レッド・アワーバックがスピードをもっと活かしたバスケを教えてたんですね。ネリーはその影響で自分も監督になったらスピードをうまく活かしてスキルのある選手をコートに出すようになったんです。ポイントガードに限らずドリブルとかパスができる選手をたくさん集めれば速攻とか得点チャンスがもっと増える。でいくらセブンフッターでもでかくてあんま上手くないならそういう選手を使わずにそれよりもオフェンスでそのドリブルとかパスとかシュートができるウィング選手を使い始めた。ミルウォーキーの監督になってそこで試し始め、ホンデウォリアーズではラン TMC を有名にした。これがネリーボールの基本なんですけど、残念ながら2007年のウォリアーズのロスターではネリーボールはできないと言うてたんですけど、デッドラインあたりにウォリアーズはある大きなトレードをしたんです。ちょっとトレードの内容を省略しますと、主にシューターとして知られてたマイク・ダンリービー・ジュニアとリバウンドが得意でストレッチ4としては使えるけど足が遅かったトロイ・マーフィーを放出して、ウォリアーズはペーサーズからは、どっからでも点が取れる、まあそうですね、中古のカーメロ・アンソニーみたいなアル・ハリントンを獲得した。このトレードを交渉したマリンは、ハリントン目的でこれをやったんですけど、彼を獲得するためにはウォリアーズはペーサーズからある爆弾選手も獲得しないといけなかったんです。もちろんその選手といいますとスティーブン・ジャクソン。スティーブン・ジャクソンといえばたった2年前に Malice at the Palace、 NBA の歴史で一番ひどい、ファンも関わってた大乱闘、アーティストがまあね、ちょっと例えとして変ですけど、その乱闘の冗談やとしたらスティーブン・ジャクソンはピッペンでした。それでサスペンションとかももちろん食らってやっと反省したかなと思いきや、この2007年シーズンが始まるちょっと前にジャクソンはストリップクラブの前でこうピストルをバーンって撃ったんです。まあ誰も殺したりはしてないですよ、正当防衛でやったと、まあ彼は言うてます。選手としてはギリギリオールスターいけるかいけないかぐらいの選手やったんですけど、ペーサーズはもうこいつは手に負えない選手やからどうにかしてトレードしたいっていう状況やったんです。それを見てネリーは締め締めと、さっきも言った通りマリンはハリントンを欲しがってて、ネリーもまあハリントンがねいい選手やっていうことは分かってたんですけど、それ以上にジャクソンを獲得できたことが嬉しかったんです。ネリーボールには完璧な選手やったから、オフェンスではガードみたいなスキルがあるけどディフェンスではビッグマンをガードすることができる。ほんでそのオフコートの問題とかもネリーはもうそんなこと全然気にしてなかった。ネリーにはある作戦があったんです。彼は基本的にプレイヤーズコーチ、つまり選手に好かれるタイプのコーチやったんで、普通にしててもジャクソンとはうまくやってたと思うんですけど、ネリーはこのチームにはなんて言うんでしょう、元気な選手がいっぱいいるということに気づいて、いつも以上にルースに楽しくコーチしようと意識して接した。ジャクソンやハリントンがオークランドについてすぐにネリーはエースのバロン・デイビスも誘って行きつけのバーにみんなで行ったんです。でまあ飲みながらこうビリヤードとかやったりいろいろ楽しんで、じゃあもうそろそろ帰りましょうかってなった時に、ネリーはジャクソンとデイビスを呼んで、まあベロベロやったんですけど、これはお前らのチームや、お前らがキャプテン、うん頑張れと信用してることを伝えた。でそれは酔っ払ってたからとかではなく、ミーティング中とかでも、いやお前らがパーティーに行ったりその遊んだりするのは俺は全然気にしてない、バスケするときはちゃんとフォーカスしてるんやったらもう全然 OK や、もちろんドラッグとかも構えん、うん俺もたまに参加するかもしれないしって言ってたし、まあなんと言ってもこうリラックスしたインタビューとかでは普通にビールを飲みながら質問に答えたりしてたような監督ですからね。天気がものすごい良かったりすると練習始まる時はちゃんとするんですけど、半分ぐらい終わったらもうあとはお前らに任せたと、俺はちょっと天気良すぎるからちょっとビール飲みながらね野球でも見に来てくるわと途中でドローンする時もあったんです。真面目くんばっかりのチームやったらこれはいいフィットじゃなかったかもしれないですけど、当時チームのエモーショナルリーダーやったスティーブン・ジャクソンによると、自分のダチが監督をしてるチームでプレーするような感じやったからもうすごい楽しかったって言うてました。ほんでプレースタイルももちろんすごい自由な感じで、まあネリーボールですよね。アンドリュース・ビードリンズ以外は普通のビッグマンがいなかったので、イメージ通りの速いペースのチームができてたんです。おまけに学生の時から友達の選手が多かったんで、選手同士でだから仲がいい上にエクサイティングなチームに出来上がってたんですけど、問題はトレード後もウォリアーズ負け続けてた。で負けてた大きな理由は J リッチとかデイビスが怪我をしてたっていうことやったんですけど、シーズンもう残り1ヶ月半しかないという時点でウォリアーズはディビジョンでは最下位、8位のチームとの差は 9.5 ゲームもあって、プレーオフに出れないシーズンがもうこれで13年連続になるんじゃないかなというような方向に進んでた。ちょうどこの頃にネリーもロスター的にはこんだけ改善していいチームなのにこれでプレーオフに出れなかったらもうほんまがっかりやと、そんなコメントをしてたんです。
ですけど、まあ今から思うともしかしたらそれはタフで負けず嫌いな選手たちのモチベーションを上げるために言うたんじゃないかなっていう気はするんですけど、ネリー自身はそうではないと言うてました。そして3月の頭に一つ大事な試合があったんです。デイビスが怪我から戻ってきて、ウォリアーズが初めてそのシーズンメンバーが全員揃った試合やったんですけど、相手はイースタンカンファレンスでナンバーワンやったデトロイトピストンズやった。その試合ラシード・ウォレスが欠場やったとはいえ、ウォリアーズは強豪のピストンズをデトロイトでボッコボコに倒したんです。ほんで試合後にウォリアーズはミーティングをして、こっからが勝負やと、シーズンをひっくり返してプレーオフに出るぞという、まあ普通のチームやったら非現実的な目標を作ったんです。そしてちょうどこの試合でもう一つ大きな出来事があったんですけど、ポール・ウォングという普段はレストランのオーナーで大のウォリアーズファンがいたんですね。でテレビでこのデトロイト戦を見てた時に、ウォリアーズの選手たちを見て、これは今までに見たことのない表情や、もう誰にも負けないぞというオーラを出してた選手たちを見て、このチームがとんでもないことを達成しそうな気がしたんです。次の試合はデンバー相手でオラクルで、ホームゲームやったんですけど、それに行ったウォングは We Believe というサインを持っていったんです。それが少しずつ最初はサインだけあったのが T シャツとかになったりして、どんどん広まって最終的にはウォリアーズのスローガンになった。プレーオフに出れるぞ、もう信じてるぞ、そういう思いから生まれたスローガンは2020年の今でも覚えられてるんです。すごいですよね。こういうファンにサポートされ勢いに乗ったウォリアーズは最後の21試合16勝5敗という成績を上げ、シーズン全体で言うとものすごい平均的な42勝40敗やったんですけど、シーズンの最後のゲーム最後の勝利でウォリアーズはプレーオフに出れることが決まった。これはポートランドでのアウェーゲームやったんですけど、ウォリアーズのホームコートオラクルアリーナでも大勢のファンが集まって、ビッグスクリーンで試合を見ながらこう We Believe のシャツとかサインを持って、プレーオフ出場が決まった後はもう大喜びやったんです。やっとフルロスターが揃ってケミストリーもいいタイミングでクリックしたウォリアーズはこの時も自信満々やった。99年のニックスと同じで8位チームとしてプレーオフに滑り込んだんですけど、チーム自身は俺たちは8位チームよりも全然いいチームやという自信があった。たとえプレーオフ1回戦での相手が MVP のダーク・ノビツキー率いるリーグでナンバーワンのダラス・マーベリックスでも勝てると信じていた。はい、次回の動画ではマブス対ウォリアーズのシリーズと、この We Believe Warriors の特徴とか、もっと大きなスケールでのインパクトについて語りたいと思ってるので、お楽しみに。皆さんがもし NBA 選手やったらどんな監督の下でプレーしたいですか？具体的にこの監督っていう名前でもいいですし、こんな監督おったら理想やなっていうのでもいいので、コメント欄に書き込んでください。これからもバスケ NBA の面白さをみんなで広めていきましょう。デハデハ、平和。